どうもこんばんは。こんばんは。ナイティナインです。はい。水曜日、水曜日にお昼、ご飯食べに行ったら、偶然タモリさんとおって。おお。偶然です、本当に。マネージャーさんと2人でご飯食べてはって、で、2階やったんですね、で1階でいつも言ったら僕連絡するんですよ。連絡して、何名で行きますけど空いてますかって言って連絡するんですけど、その日だけたまたま連絡しなかったんですよ、でもう突然ボーンってドア開けて入ったら、どうぞどうぞって言われて、いや何も言うてないのにと思ってんよ、で僕は「え上大丈夫ですか？」「あもう待ってはりますよ」みたいな「え誰がですか？」って言ったら「いやタモリさんが」「えタモさん来てはんねや」と思って、でもともとそのお店もタモさんに教えてもらったお店やったから、一緒やと思ってな、どうしようかなと思って、まあでもせっかくやしな、久しぶりやしなと思って、その後ね、そうなんですよ、いいとも終わってからお会いしてないので、で普通に上がって行って、でちょっとまあ2人まあもうあのビール飲んではって、でなんか別に何話するわけでもない、向かい合って座ってはって、ちょっとま立っててん、こ気づきはるまで、でパッてこっち見て「おお！」ってなって、そっからものすごいナチュラルに「どうぞどうぞ」っつって「ご無沙汰します」とか言うてんけど「ええどうぞ」っつって、相席に、そう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 、まあ上誰もいてはれへんかってんけど、そこで久しぶりにご飯食べて、まあご飯食べてて、タムさんほとんどもうビールしか飲まはれへんから、そうね、つまむ程度やから、ほとんどもうあったやつ全部俺が食べたけど、いや久しぶりやったわ、どうですかって言ったら、別にどうもこうもないねっつってまあでも生活は相当変わった、まあそうそうそう、でどうですか、そろそろもうお仕事したいんちゃいますって言ったら、全然したくないっつってええ言うて、え旅行とか行ってはるんですか、あ結構行ったっつって、京都やらあの福岡やらいろいろ回って、あちこち地方は行ってるよっつって、へでも仕事のオファーもいっぱいあるでしょ、ないないよもう仕事したくないっつってすごいなあ思って、まあいいとも以外はね、そうそうまだ ね、 ね、そうそう、みんななんか勝手に俺のことを引退したみたいに言いやがってっつって言うてたけど、俺まだ仕事あるからっつって、そうね、そうそうそう言うてはったけど、でもうそろそろワールドカップですねって言って、で言ったそうだねっつって、昔ほらタムさんのうちであのワールドカップ見せてもうたことあるから、地下室ででっかいやつ で、ね、でそれを思い出して、タムさんまたいいですか行っても、あいいよいいよ、でも朝早いですよ、でいいよ、俺もうあれだよ 4K だからねっつって、もう 4K 導入されてるみたいです、4K ってあんま小さいので見ても、あんまり変われへんねって、でかくなればなるほどものすごい綺麗に映るらしくて、4K 導入したからよかったら見ようっつって言うてはったわ、全然変われへんな、ワールドカップ見はんのかなタモリさんどうやろ、でも一応見るんじゃない、一応はまあ朝も、まあどうやろうな、朝何時ぐらいに起きはるかわからないですけども、一応見はんのちゃうかなっていうふうには思うけどね、全然でも変わってなかったな、まあ元気そうでね、いやほんまに良かったです、何よりですよね、そうそう、で下まで送ります、先にちょっと用事あるからちょっと行くっつって言ってはって、なもう下まで僕送りますいっつって言ったけど、もう下まで送って行って、もう周りの人またびっくりしちゃったけど、なんかやっぱタモさんってすごい、みんな道行く人がすごいびっくりしちゃうね、まあそうやろうな、うわみたいな、タモさんやみたいな、すっごいってこう一瞬引く感じやったよな、やっぱ実在すんねやっていう人やもんね、そうやな、タモリさんってあタモリさんや、なんかほんまこうなんか何やろ、ほんまテレビの中の人というかね、そうそうそう、そういうような感じの人やから、もう道の人がプッてびっくりしたって出てきた瞬間から、でもよかった、ほんと元気そうで、そうね、何らかもうその変わってないザ・タモリさんでした、外国は行きはらへんのかな、外国はあんまりなんちゃうかな、
あ、そういう、あ、ほんで、オールナイト日本もやるんでしょ、ゴールド。そうですか。仕事、してはるじゃないですか。せやね。いやいや、言いながらも、やっぱり、ねえ。やらはるんですよ。タモリさんのオールナイト日本ゴールド、6月13日金曜日、うん、夜10時からと、うん、いうことですよ。そうそうそう。あ、金曜日だけ、あれなんでしょ、1時間半かなんかね、あとは2時間やけど。やるって言うてはったタモさんが、うーん、まあ変わらず、いや、よかったです。久しぶりにまた見れて。だからそのメッシもまたね、あの、いいですかって言ったら、いいよいいよって言うけど、やっぱなかなかこう電話かけづらいですよね、まあまあまあ、メッシいいですかっていうのが。え、タモリで入れてない、森田和義で入れてる。これタモリさん、ね、アッコさんだけ和田って入ってこの間からすごいから、あの和田からの電話が。あんた毛増えたなあ、テレビ見て、テレビ見てるけど、あんたものすごい毛増えたな。うちはもうリーブやからな、リーブやってるからなっていう話で、よかったやんかっつって言う。いや、でもちょっとあれちゃう、薄毛で悩んでる人は大事件なんちゃう、こんだけ生えてる。そうそうそう、タレントをテレビで見てて、うん、何をしたんやって。だからもう今日もだから辛抱たまらんようになってんやろな、旅猿の、うん、その旅猿ってそのメイクさんとかついてなくて、うん、前振りのとこ、喫茶店でいつも前振りやるんですけど、うん、どこ行くか知らされてないから、行くところを発表する、その喫茶店のロケがあるんですけど、その時だけ、うん、メイクさん来てくれはるんですよ、女性の方。だからそんなにめちゃくちゃ喋ることないんですけど、うん、もうその人がもう辛抱たまらんかったんやろな、うん、増えましたね、毛。って言って。あ、まあ、メイクさんやからな。ありがとうございます。って言って、その人あんまりその、なんやろ、ほんまにその数時間しか会わへんから、うん、そんなにめちゃくちゃ喋ったりすることもないのよ、うん、でこっちからなんか喋ったら喋ってはくれはんのよ、うん、で向こうから喋るってことほぼないねんけど、うん、向こうがもうたまらんかってな、今日頭どうしますかってか、ちょっと寝癖だけ直してくださいって言って、うん、言ったらもうバーってこう水ペペペってかけながら、うん、すっごい濃い増やりましたよね、うん、もうだって水はじくぐらいやもん。ありがとうございます。絶対なメイクさん黙ってられへんでしょ、やっぱり。ほんでまあ育毛剤、頭に塗るやつとかも持ってるんですよ、うん、でもそれ塗ると頭がこうベタつくんで、うん、僕嫌やからそれは塗ってないんですよ、頭に塗るやつは。ほんま両方やらなかった、ほんま両方やらなかった、うん、でもそれは塗ってないんですよ、うん、でそれを全部あれなんですよ、上原投手にプレゼントしてるんですよほんだら今日またたまらんようになったんやろな、うん、普通にこう局歩いてたら岡村さんからもらってるじゃないですか、うん、つってあれ僕塗ってるんですけど、うん、産毛みたいなめっちゃ生えてきたんですよ。嘘なあ、生えてきたやろ、大田やな、ほんなその薬がな、産毛みたいなどこに塗ってんの、頭全体に。あ、頭全体になんや。はい、すごい。どうやらその上原さんはそのやっぱり薬剤師の免許も持ってますから、うん、だいたい薬の成分とかそういうの知ってるんですよ、うん、で僕がその最初に言うた先生から聞かされた、うん、これからね頭をこうバルセロナにしていかなあかんからっていう話したでしょ病院の先生が、うん、岡村さんは今大変な状態、まあまあ年相応っちゃ年相応ですけども、うん、これからまたこう増やしたいってなった時にこう、うん、頭をバルセロナにしていくにはやっぱりメッシが必要やと言われたんですよ、うん、そのメッシがどうやらあれなんやな、頭に塗るやつやねんな。あ、そのことをメッシってって言うてて、うん、上原が今メッシになってな、頭がメッシあ、そうやねんって。だからそれももし塗ってたらもっと俺すごかったかも分からへんな、塗ってないね、まあ、それは。うーん、まあまあだからそれ、まあ上原さんもちょっとデコの方がやばいのかなと思ってたから、うん、大丈夫かって言って、ほんでもしよかったらいるかって言ったら、あ、いりますって言うからプレゼントしたんですけども、
それは聞いてきたんでしょうね、うん、そしたらねまあ言うてたもんな、僕もちょっとハゲてきたら治療しますねって言ってたからな。うんうん、早め早めにな、越したことはないからな。うちの父親なんかもうものすごい早い段階からその育毛剤頭に塗ってたから、うん、もう何十年もちゃうかな。だから若い時からもう塗っててんて、それ風呂上がりに、うん、全然知らんかったけど、うん、まあだからほんまにどっちにしてもハゲはモテへんっていう研究結果出てるからな、やっぱり同じ顔しててもあ、そうなの、そうそう、同じ顔してても、うん、ブワーってほら、このラジオであれしたんちゃう、インパクトかなんかでやってね、うん、ブワーっとランダムにこう男性の顔があって、うん、その中にあなたがまあこの人ならっていう人をランダムにこう上げてくれっつって、うん、こう選んでいったら同じ顔やのにハゲてる人はやっぱ削除されてんねん、やっぱ毛ある人を選んでんねん顔は一緒やねん、顔は一緒やねんけど髪の毛が薄くなってんねん。でもその何百人って見てるから、うん、その中でもやっぱり顔じゃなくて全体頭皮の薄い人は削除されてるね、顔が一緒でも毛ある方がいいっていう研究結果出てる。悲しいよね。悲しいよ、悲しみ、憎しみ、怒りもういろんなもんがやっぱりそこにはそういう結果出た以上出てくるよね、うん、ハゲの人は。まあこうあのルーニーも植毛した後はあの香川選手に、うん、見てくれよって言ってきたみたいやからね、そらすん、見てくれよシンジっつって、どんだけすごいプレーしても俺はハゲてるんだっていうのを背負いながらのプレーやったんやからかわいそうやで、どんだけわー言うてまあそやわな、うん、芝がこうなんかちょっとこう削れんねんとか見て自分の頭とこうなんかあれしてたんちゃうかな、だから怖かったと思うで、ピッチに立つことが、荒れたピッチとかちょっとハゲてる芝見たら、ああ、もう芝と一緒やから、もう自分が。だからもう結構そのちゃんとした、うん、なんていうのかな、スタジアムならルーニーも、こう、なんていうの、自分の仕事ちゃんとできてたと思うね。うん。そやけども、まあ、ちょっと下の方のね、プレミアの、まあ、ハゲた芝見た時っていうのは、それと自分を重ね合わせてもって、怖かったんちゃうかな。調べたらわかると思う。ルーニーのその得点、どこでデータで出てる、出てると思う、どこの芝のどのグラウンドで調子よくてこの芝ではあかんかったっていうの多分出てると思う、うん、これこのハゲた芝見て俺をやじってくるんちゃうかみたいな。じゃあもうサポーターが今回のブラジルワールドカップは大活躍やね。間違いないと思うよ、ええとこまで行くんちゃう。スタジアムも綺麗し、うん、何しろもう自分がハゲていないんだもん、移植したんだもん、うん、しかも2回もうん、うん、修繕してやるから大丈夫やと思う。楽しみやね、ワールドカップも。はい。